はい、俺です。こんばんは。ごきげんよう、俺です。今日は日常侵食リアルホラー次の日っていうのをやっていきたいと思うんですが、これ全何シリーズかあるんで、こちらを1話ずつ、本日は、第1話、学校帰りの男子中学生、いつもの帰り道で妙な寒気を感じてるっていうね、ちょっと気にしすぎじゃねえかなっていう話なんですけど、このシリーズね、以前1回やって、まあぶっちゃけ僕はあんま怖くなかったんですよ。でもそれだとちょっと見てる人がね、楽しめないんで、今日はやたらそういうのに敏感な女の子を一人用意しました。うさたさんです。どうぞ。あれ、うさたさんです。どうぞ。おはようございます。はい、おはよう。じゃあ、うさたがやってんの俺がちょっと、まあちょっと腹減ったんでね、なんか飲み食いしながら見ときたいと思うんで、楽しませてくださいと。このゲームは簡単やから操作。はい。左に行くだけのゲーム。で、まあちょっと画面的にね、はい、あれさっきと違うんじゃねっていうのが出てくるんで、はい、それをまあうんちく言いながら進めてくれて、ゾクゾクしてくれたらいいんじゃないでしょうか。簡単なんだったら私しなくてもよくないですか。さあやっていきましょう。日常侵食リアホラー次の日です。もうホラーって書いちゃってるもんだって。もうあ、ごめん、俺ちょっとなんか飲み物もう勝手に始めといてよろしくお願いします。はい。はい、やりまーす。うむ。腹減ったな。早く帰ろっと。もうなんかすごいドキドキする。なんか出てくる。とかはないんですかね。私はないと。雰囲気を楽しむゲームなんでね。はい。次の日。なんかだるいな。こいつマイナスしか言わんな。風かな。明日も学校休んじゃおうか。と毎日帰り道一人ってこいつ友達もおらんとみたいな。うん。暗いんですよ。友達。昨日よりなんかぐゆ…次の日。これ怖いんかな。ホラー系ですね。おさ、怖い？となります。あ、そう、あ、びっくりした。なんか頭痛い。あ、そう、なんかガン無視されたな。もどかしいから走りたい。もう走って帰りたい、お家に。いや、もう、えっ、これ年用だよ。びっくりした。違うじゃん、お前は柵のところで待ってる子じゃん。あれ、年をだって。つきちゃダメじゃん。あれ、ここ病院でしたっけ。なんか、もうここ絶対来るやつじゃん。え、あれ。どうした、どうした。あれじゃない、いつも来てるけど今日来てないからちょっと。どうした、どうした。変なの。周りから見たらお前が変なやつやけどな。
いつも思うけど、いきなり大きい声とか出していい？ダメ。ダメだし、お前来んのんかい、あそこ。今日は来んのんかい。押して引くってやつやな。はい。全然関係ないんですけど、うん、肩がキーボードの色が変わるのにびっくりします。風かな。こ普通のお家ですか。だから頭痛いってこと。肩や。肩痛いってこと。でも消えた。ここ出てくるんでしょ。出てくるんでしょ。やっ、見えてんの。がっつり見とうでな。いや、もう見えたの。見えたの。見えたの。もう次の日。最後までゴールしてないやんけ、今のやつ。え、吹き飛ばしやな。え、やっ、確変入ったよ、さ。次の日。大当たりってやつで、これ。やっ、売れたな、こいつ。え、怖い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 。もうおかしくなってる。え、どうしたの？これはもう現実の世界。見てください。あ、そっちじゃない。うー、そっちじゃない。魚を見てほしかった。うーっ、すごい主張してくる。すごい主張してくる。え、もうこれリアルじゃないですよね。夢とかなんかそんな感じなのかな。これシャブ中やな。高校生ですよ。え、何？ん？新色リアルホラー次の日第1話。あ、終わりなんやこれ。はい。どうやった？感想どうぞ。なんかもう全力で怖がらせてやるぞっていうのが伝わってきて。やっぱあれだな、見込んだ通りやな。俺全くハテナで終わって何も。多分俺からしてあのなんだっけな、マイエクササイズってゲームあるんだけど、はい、あれと変わりないっていうか、多分男の子ももう取り込まれちゃってここに入っちゃったんですよ、多分。じゃあ次からあいつも出てくるわけ。そう、二人が出てくるの多分。びっくりした。あー、もう、もう終わったんじゃないでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画どうでした？楽しんでもらえましたか？私は楽しかったです。チャンネル登録まだの方はポチッとワンクリックお願いします。コメント高評価などあれば嬉しいです。あとジャンル問わず面白いゲームあれば教えてください。それではまた次回の動画で会おうね。バイバーイ。